スティーブン・リー・ロイヤ・ピアーは、ガーナ・アクラ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1995年の15歳の時に、地元のアクラ・ハーツ・オブ・オークでキャリアをスタートさせ、翌年11月に、ガラタサライ SK の下部組織のトライアルを受けるも、契約することなく、ハーツ・オブ・オークに戻った。1997年に、 セリエ A のウディネーゼカルチョに移籍。ウディネーゼでは FW から MF にコンバートされ、1998年2月11日の AC ミラン戦でデビューを飾った。1年目は11試合の出場に止まるも、大気の変鱗を見せつけ、翌シーズンは21試合に出場機会を増やした。しかし、その次の年に就任したルイジデカーニョ監督と意見が合わなかったため移籍を、 模索し、同年夏の遺跡市場で、パルマ FC へ遺跡に一旦合意をするも、ウイルス性肝炎を患い破断となった。その後、病を克服し、2000年夏に、パルマへと遺跡した。パルマでの2シーズンは、コッパイタリアのタイトルを獲得するもレギュラーダッシュとは、行かず控えの立場だったため、2002から03シーズンに、ロベルト・バッチョの在籍する、ブレシア・カルチョへ貸し出された。 すると、恵まれた能力を開花させ31試合7得点を上げ活躍し、その活躍から、同リーグの王者ユベントス FC から関心を寄せられ、2003年夏の移籍市場で、同クラブに移籍金200万ユーロでレンタル移籍することが決定。また、同年のガーナ年間最優秀選手賞で8位に選出された。1年目は、マルチェロリッピ監督の信頼を得て、 エドガー・ダービッツからスタメンの座を奪い取ると、アレッシオ・タッキナルディと中盤を形成。シーズン終了まで主力としてプレーし、コッパイタリア決勝進出に貢献するなど、活躍していたが、翌年にファビオ・カペロ監督に代わるとエメルソンとマヌエレ、ブラージにコンビを組んでいたタッキナルディと共にポジションを奪われ、わずか18試合の出場に止まった。フェネル・バフチェ2005年7月に、 トルコの強豪フェネルバフチェ SK に移籍金800万ユーロで移籍。翌シーズンは2007年1月の代表召集中に左膝を負傷し、シーズン終盤まで苦しみながらもジーコ監督の下で中心選手としてクラブ創立100周年の節目にリーグタイトル獲得に貢献した。同シーズン終了後に新天地を望み、アッピアの代理人はチームの許可なく、 交渉に渡った末に、ドイツのシャルケレイオンから、オファーが届き個人合意するも、フェネルバフチェは、契約が残っていると拒否。また、代わりに、シャルケのケビン・クラニーを要求したことで破談となった。2006から零七7シーズンに負傷した人体の手術を受け、2007年10月6日のリーグ戦に、ベンチ入りで復帰するも、12月1日の試合後に怪我が、再発。また、 1>, 1月には、決戦ができたとして、フェネルバ・フチェ側から外国人枠を開けるため契約の凍結を言い渡されたが、昨年冬に怪我をした際に、クラブの要請により手術を引き延ばされたのみならず、今度はメディアを通じて、登録を凍結しようとしている。と反論し、手術後に、膝の痛みと呼吸困難に陥ったが、クラブの医療スタッフは、ぜ息と診断した。しかし、 全息の薬を飲み続けても改善しなかったため、独自に別の医師に診断してもらうと、全息どころか血栓と判明した。都自身の医療情報をメディアに明かした。2008年2月1日、アッピアーは一連の国士を理由に7月1日を持って、フリーエージェントのみとなることを主張し、給料の支払いを要求するも、クラブ側はこれを受けてフィーファに届け出たため、二千八年四月に、 両者は FIFA フフ紛争解決会議所へ向かい、お互いを訴えた。このクラブ側の行動職務を果たさず契約違反と捉えたアピアーはシーズン終了に伴い契約を一方的に終わらせる行動に出ると2008年夏にはウエストハムユナイテッド FC と契約について協議を始めた。しかし、この行動が フィファイ石規約第17条の規約にあたり2009年1月9日に正当な理由なく契約違反をしたとして DRC はアッピアーにフェネルバクチェへ保証金を支払うことを命じたこの決定を受けたアッピアーは5月5日にスポーツ仲裁裁判所へと訴え2010年6月7日に CAS は同チームへ保証金を支払う必要はないと DRC の決定を覆す判決を下した。セリエ A に、復帰2009年1月にトッテナムホットスパー、FC と半年の契約を視野に入れたトライアルに、参加するも度重なる、膝の負傷を懸念され、最終的に、ウィガンアスレティック FC のウィルソン・パラシオスが選ばれた、ことで契約には至らなかった。また、 ロシアの王者 FC ロビン火山のトライアルに参加するも同様の理由から失敗した。2009年11月1日にセリエ A のボローニャ FC と契約が成立し、再起をかけるもわずか2試合と思ったほどのプレーができず、2010年8月7日に昇格組の AC チェゼーナと1年契約で移籍したが同シーズン終了後に退団した。 その後2011年12月7日にデイリーメールは、アッピアーがブラックバンド・オーバーズ FC のトライアルに合格し、1年契約で加入目前だったが、先月に逝去した父親を埋葬するために、故郷ガーナへ帰国したと報じた。2012年2月2日に懸念されていたメディカルチェックに合格し、セルビアの FK ボイボディナ・ノビサドに、アルマニ・モレーラ、アレクサンダル・カタイと共に加入。 3月4日の第16節 FK ラドニチュキ1923戦に先発としてデビューをし最終節レッドスターベオグラード戦で初得点を挙げリーグ戦3位で UEFA ヨーロッパリーグ2012から13出場権獲得に貢献したこの活躍からボイボディナ側は再契約を望むもチームに残留することはなかった2012年11月8日に イランのペルセポリス FC と契約したかに思われたが、それから数日後にマヌエル・ジョゼ監督が獲得を否定し、最終的にメディカルチェックを理由に不合格となった。これに対し、アッピアーはメディカルチェックで問題はなかった。監督は自身が望む選手を連れてきたいんだろう、と語った。2015年1月14日、現役引退を表明した。 ガーナ代表には1996年の16歳の時から選出され、アテネオリンピックでは首相としてプレー代表史上初参加となった 2006FIFA ワールドカップでは、背番号10を背負い全試合にフル出場し、アメリカ戦ではマン・オブ・ザ・マッチに選出されるなど、チームのベスト16進出に貢献した。アフリカネーションズカップ2008は長引く怪我により、 出場を断念せざるを得ず、代わりに代表チームの特別アドバイザーとして、帯同した。2010FIFA ワールドカップのメンバーにも選出されたが、同大会終了後に代表を引退した。あらゆるところからチャンスを演出し、自身も得点を挙げることから、トルネードと呼ばれる。欠演者としては3人の息子を持ち、うち2人は、ユベントス FC の株組織に在籍していた。また、 元ガーナ代表のエマニュエル・ハマはいとこだが、同じ姓のジェームズ・クーエシア・ピアーとは、血縁関係にない。同じく、ガーナ代表で中盤を務めるマイケル・エッシェン、ラリア・キングストン、サリー・ムンタリと、こういう関係を持つ。自身の名前とステップアップをかけた、ステップアップという服飾ブランドを立ち上げ、その売り上げを貧しい子供を助けるために設立した、基金の資金に充てている。ありがとうございます。